日本とスリナムの関係では、日本とスリナムの関係について外説する。日本は九百七十五年十一月二十五日に、スリナム独立と同時に同国を承認し、同年の十二月六日には、外交関係が樹立した。九百七十六年十一月からは在ベネズエラ、日本国大使館がスリナムを、兼、かつ、その後在スリナム献金駐在官事務所がバラマリボに、 設立され外交官が常駐するようになったものの、2006年には、それも廃止されて、在トリニダードドマコ日本国大使館がスリナムを献活するようになった。一方で、スリナム側は在中国スリナム大使館が日本を献活しており、中国常駐ではあるが2014年7月には、初代中日スリナム大使、ロイドルシエンピナスが、新任状を法定した。地理的に離れており、 歴史的にも接点がほぼなく、また、スリナムの外交方針も加盟している、カリブ共同体や急走主国である、オランダ、ブラジル等の南米諸国や中国、インド、インドネシアなどとの関係を重視しているため、交流は限られている。2019年時点の在スリナム法人は6名、在日スリナム人は8名に止まっている。ただし、 日本からの開発援助は行われており、2017年までは、累計は約60億円と、スリナムにとって日本は、オランダ、ベルギー、フランス、カナダに次ぐ援助国である。支援内容としては日本がスリナムから魚介類を輸入していることもあって、水産業に関するものが主で、他にハリケーンや津波、地震に焦点を当てた。 防災技術の提供や協力なども行われている。また、スリナムでの石油炭鉱には、国際石油開発定石も参加している。外交関係としては、要人往来は少ない。しかし、2014年には日、カリコム首脳会合のため、トリニダード・トバゴを訪れていた、安倍晋三総理大臣は、アメーラリ・スリナム副大統領と懇談を行い、 さらなる協力関係の進化について話し合われている。また、スリナムは2004年から IWC に加盟しており、加盟以来日本の海洋生物資源の持続可能な利用の立場を支持している。ロイドルシエンピナス、ありがとうございます。